はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、続きをやっていきたいと思います。前回取った、ゴーレムはフィーナに装備させました。で、またラピスを取って1500か、1回くらいガチャ引いてみますかね。そうすると召喚の普通のやつも4つあるな。まあこれ4つ引いちゃおう。ノーマル召喚は全く期待できない。これ星1だっけ、白だから。またこいつか。しかも簡略化されてるし、ここら辺は一般兵かな。お前らよく出てくるな、トロン。とあとはじゃあレア召喚をしましょう。一回頼む。おーい、もうここだとね、今はもうどうでもいいっすね。クラインとかいらん。やっぱり星5はなかなか出ないか。じゃあ山を越えたところなんで、ランゼルト雪原。うおー寒そう。こいつら本当にアホだな。砂漠でもこの格好、雪山でもこの格好、雪原でもこの格好って。少しは対策しろよ。もう当分の間山には登りたくないな。それならラッキーだな。喜べレイン。この雪原はまっすぐ進むだけだ。まっすぐって言っても雪原だろ。俺寒いの苦手なんだけど。文句ばっかりの男だなこいつは。私は寒いの好きだよ。暑いのも大好き。こいつはこいつでおかしいな。俺は暑いのも寒いのも嫌だ。涼しいのも大好きだし、暖かいのも大好き。まあ心地よい暖かさだったらいいけど、寒いのはねちょっと朝起きるのが大変だし、暑いのは夜寝るのが大変だし、つまり一年中大好きってことだな。うん、そうなるね。ほんと幸せそうだなフィーナは。よし、それじゃあ雪原を抜けるとするか。この会話もさ、もう歩きながらすればいいのに。いちいち立ち止まってする会話か。ランゼルト雪原入り口、消費体力は9。まあでも次で多分ランクアップして回復するんで、連れて行くのは最初なんで、フレンドを連れて行きますか。まあ、ゴーレムの召喚銃は溜まったら使ってみましょう。雪ってすごいね。キャッ、冷たい。おい、あまりはしゃぐな。レイン、ラスベル、雪を丸めて2人にぶつけていい？雪合戦ならモンスターを倒してからにしてくれ。なんでモンスター目の前にしてこんなこと言ってくんだ。アホだろもう。こいつグリーンウィスプ何に弱いんだ。ストーンかな。なんか見た感じは風属性っぽいから。フィーナは何も使えねえんだ。こいつもストーンかんな。俺の読みは当たるか。うん、別に当たらない。あ、毒になった。毒はちょっと回復させよう早々に。ポイドラで、あとは攻撃で大丈夫かな。てか召喚ゲージが全然たまんねえな。バトル3しかないのに。アダマンタイマイだ。アダマンタイマイも硬いからな。ちょっとライブラで見るか。弱点をついて、ブリザードに弱いんだ。そういう感じはしないけどな。まあただ強いのもなかったんで、まあこのままいきますか。ほら、炎と氷のコラボ、反作用ボムだな。プロテスとか使ってくるからねこいつ。吸い取るってマジックパワー吸い取るのか、どっちを吸い取ってくるのか分かんないんだよな。この吸い取るだけだと
アダマンタイマイは絶対最初にプロテストシェルをかけてくるんで、攻撃はまあしてこないんですけど、ただね、防御を固めてくるところがね、やっぱり、ちょっと鬱陶しいっすよね。結局もう3分の3だし。あんまりゲージがたまらないうちに終わりそうだな。これは一旦で蹴りをつけたい。くらえ。おお、何かが超強い。3600とか異常な値なんだけど。ラスウェルの必殺技かな。ラスウェルは完全に攻撃力特化にしてますからね。ランクアップ。これで体力がまた満タンになったんで、まあ、レインはまだもう少しレベル上がるには時間かかるかな。その間に素材も集めとかないといけないんで、まあ、やることは結構ありますよね。で、ここから誰を連れていくか。アジャストはちょっと最後に連れていくとして、ちょっと今回パワー系が多いな。ミニ君のラスウェル、これがだいぶ覚醒してるな。レベル29か。でもちょっと微妙な感じはするな。アラジンとかもう俺は外しちゃったからな。トンヌラドラゴンクエストか。トンヌラを連れてこう。超いっぱいある。ギルも盗む。こいつずっと盗ませとこっかな。時短てかアイテムとか盗むといいのもらえるのかな。そこだよな。いい素材が盗めたらいいけど。わあ、雪が降ってきたよ。すごい綺麗。いかんな、吹雪と厄介だ。急ぐぞ。こんなに綺麗なのになんでダメなの。じゃあお前はそこにいろ。モンスターは厄介だけど戦えばなんとかなる。でも自然には戦っても勝てない。そもそも戦うものでもないし。その通りだ、覚えておくんだな。うん、分かった。自然とは仲良くする。あ、それは一人でやってくれ。ストンラ、ちょっとルナまたライブラ役にするか。グリーンウィスプの弱点属性を調べて、後ろのやつも弱点調べたいな。あ、ちょっと待って、消しちゃったよ。なんか何もなかった気がすんな。フィーナってライブラ覚えてたっけ。覚えてねえな。じゃあとりあえず攻撃をしていくか。エアロも大丈夫そうな気がするんだけどな。ジタン、あ、ブントロにしよう。マジクワ使うんだ。でも何も盗めなかった。何も盗めなかった。ただの攻撃だからな。うおー、吸い取られた。ほぼ全部吸い取られんじゃんこれ。マジひどいんだけど。みんなマジックパワー吸い取られるぞこれ。ゼロもう吸い取られ尽くしたよ。まあ殴っていくか。そうすると、あー、こいつはちょっと一回ブリザラかけとこう。ブリザラがいくつ当たるかだな。そうしたら攻撃した方がいいかもしんないな。あー、でも500当たんのか。まあ敵全体で弱点で5600。悩みどころだな。攻撃すれば1000当たるからな。プロテスかけられてるといくつだ。わからん。800くらいかルナの可能性があるかな。800だと。ただプロテスがかかってるから多分800がラスウェルだと思うんだけど、ちょっと殴ってみよう。1200やっぱ強えわ普通に。まマジックパワーはなくとも技は使えるんで。ジタン、ブンドル、なんか取れ。何も盗めなくて本当に役立ったぜ。48ギル盗んだ。ギルも少ねえな。
結局時短はあまり使えず終わったな。まあ連れてきて申し訳ないけど。いいですとも。なかなかいろんなとこついてきますねこの時短。トンヌラだったり、いいですとも。まあ、名台詞っすからね。エドガーは多分バイオブラスターとか持ってるんで連れてこう。まあボムが出てこないだけあって楽といえば楽だな。ここはでもあれかな、炎を使っていけばいいのかな、雪地帯だし。いいや、ライブラは。ドアストーンじゃなくて、ストラ。エドが、オートボーガンでいっか。オートボーガンの攻撃力と、バイオブラスターの基礎攻撃力が、どれくらい違うか。オートボーガンの基礎攻撃力に毒が加わったのがバイオブラスターっていうんだったら、オートボーガンの方がいいですけど、バイオブラスターでそもそも基礎攻撃力が高くなっていれば、まあそっち使ってった方が強いかなとは思うんですけどね。ちょっとまずオートボーガンを単品で試そう。わからん。200が4回くらい、結構強いな、そう思うと。あとはバイオブラスターがどれくらいか。単に毒にするっていうだけだったらボス戦の時使えばいいだけなんで。あー、毒粘液か。これはちょっと回復させておきましょう。ポイゾナは2人使えるんで、レインに行って、フィーナがラスウェルに打つと。でエドガーはオートボーガン使おう。なんだかんだで強い。おわ、まだ生きてるか。敵さんもなかなかやりおる。クリティカルで834。お、召喚溜まってる。使いましょう、使いましょう。まあ、ただゴーレムは防御系なんで、アースボール、味方への物理ダメージ軽減。っていうかさ、確か俺召喚オフにしてたよな、今。設定で。幻獣オン。OK。フィーナのアースボール発動。FF5 だとめっちゃ役立ちましたからね。あの、キーンってなるんで。完全にこれさ、攻撃だろ。このままクエイクみたいな感じでさ、攻撃してくれればいいのに。これ、氷効くかな？レジストされそうな気もするけど。どうだ？いやー、やっぱレジストされてんな。完全にレインとラスウェルは属性が逆っすからね。まあその分どこでもどっちかは対応できるっていうのがあるけど。結局ゴーレムは役立たなかったな。まあボス戦で使う感じっすかね。結晶を舞う林。また誰を連れていくか。今回はかなり悩むな。ミニ君でもな、ラスウェルだからな、氷なんすよね。だったらレインの強いのを連れていきたいけど、あんまりレインがそもそも強くないっていう。あ、そうか、アジャストさんのエクスデスがいたな。お願いします。これはもうファイガをとりあえずぶっ放していきましょう。スカルジャー A。こんな骸骨がうろついてんだよ世の中に。マジ物騒だよな。くらえファイガ。おお、ついえ。やばい、エクスデスのあれが吸い取られたら終わる。エクスデスマジックパワー自体は高くないな、そんなに。
ハイガで20だから91ってことでしょ。フィーナだって121あるもん。なるほど、そういうキャラか。連発はできない。まあ確かにそういう感じだったな。これ絶対ファイガでしょ。で、レインももうブレイジングストームとフロストシュート。これはワンターンキル目指せ。よーし、余裕のワンターンだな。で、ここが最終戦だけど、ルナが地獄の火炎を使おう。デクスですが、ファイガ。レインが、おお、吸い取られてマジックパーがない。アンゼルフバブルシャワー。これでいこう。ぴょいぴょいぴょいと。で、そこから、攻撃に走る。いいね。何？それでも死なないか。ヒットポイントが高い。ちょっと全体攻撃を使ってきた。サンダラだった今。あんまり見てなかったけど。そうするともう1マップあるか。また、体力ダメをしないといけないですね。今体力が4なんで結構待たないとダメっすね。あ、天空の灰だ。天空の灰はね、今欲しいんすよ。あと、なんかの白塊。相互ギフトお願いします。ギフトとか全くやってねえな。ちょっとやってみようかな。ランゼルト雪原、魔の住む地。じゃあちょっと体力を回復したいと思います。はい、ではランゼルト雪原、魔の住む地へ行きましょう。で、誰を連れていくか毎回悩む。パワーキャラだな、みんな。じゃあガーランドのレベルの高いのが確か上の方にいた気がするんで、レベルマックス、ヘイヘイガーランドを連れていきますか。すごい、これが自然の力なんだね。ラスベル、明かりが見えるぞ。こんなところに誰かいるのか？妙だな。このままじゃ、凍え死ぬ。とりあえず向かってみよう。凍え死ぬほど装備が貧弱なのか、お前らは。何の準備もしてないな。ガーランド。お、ファイガーガール。魔法使えるんだ。知らなかった。完全にパワーキャラだと思ってたけど。赤魔導士的な立ち位置なのかな。誰も殺せなかったし。まあただ次の攻撃でいけるでしょう。ガーランドオートプロテスみたいな感じがかかってんな。防御力がアップしている。ヒットポイント3003とか、すっげえな。これちょっと普通に攻撃で1体ずつ倒していこう。2386とか強い。ガーランド攻撃も強いし魔法も使える。ラスウェルの強化版みたいな。なるほどね。ガーランドもそうすると視野に入れてもいいな、連れてく人として。ボスバトル。あれ、ホムラの剣士がまた出てきた。そして何にもつくまで。お前またいたのかてかこれさ、雑魚的なの？そうすると。ちょ、ライブラ使おう。ボスだし。弱点あんのかな？なんか炎の剣みたいな感じでまとってるけど。あー、ブリザラに弱いわ。アンゼルムはバブルシャワー使って、フィーナもこれ。で、炎には強かったからパワーブレイク使おう。で、ラスウェルは必殺技っすね。で、ガーランド。あー、ファイナしかないか。暗黒なんて持ってるんだこいつ。どっちかっていうとレインの上位互換か。ファイガーストンガがあるし、守りパワーブレイク。そうだな、ラスウェルというよりはレインの上位互換ですね。ガーランドは、いや見た感じっすよあれ、何かがレジストされたな。あ、フレームタンだ。ラスウェルフレームタン装備してんだ。
あ、免許使ってきた。まだ回復はしなくて大丈夫かな。ルナがとりあえずフロストシュート使って、そうすると、氷属性ダメージ。だけども、レジストされたってことは、どういうことだ。ちょっと分身使おう。で、あとは攻撃していこう。とりあえずこのターンは。てか弱いな。本気。明日から本気出すって感じだな。今から本気出すって。ケアルナで一応回復はさせとくか。あとはまあ、こいつは明鏡を使おう。で、攻撃あるのみ。倒せるかな？倒した。弱かったな。特にこれといった特徴はなかった。まあなんか前回も出てきたやつだからな。何だったんだ今のやつは。まあ勝てたからよかったけど、一安心したらなんか眠くなってきた。分かってると思うが、こんなところで寝たら死ぬぞ。え、雪原で寝ると死んじゃうの。フィーナ、レインが眠らないように頬を引っ叩いてやれ。うん、分かった。えい、いたてた。覚めた。もう目が覚めた。なんだこのやりとりは。フィーナはこのまま雪原で眠っててほしい。ラピス100。遺跡までだいぶ距離があるな。だからあの町は安全だったんだね。フレンド募集。毎日ギフト送り合える人。俺このギフト送るの忘れちゃうからな。フレンドにはなれない。残念だが、君の気持ちには応えられないよ。結構歩いてるけど、ランゼルト遺跡まであとどれくらいだ？わからん。さっぱりわからん。てか、眠くなってきた。なんなんだ、この沈黙は。もしかして、迷ったのか？さっきの吹雪で、方向感覚が狂っただけだ。いや、こいつの電球はろくなことを思い浮かばないからな。それを迷ったって言うんだよね。そうとも言うな。いや、お前らはラスウェルに頼りすぎなんだ。何の疑問もなくラスウェルについてったのが間違いだったな。そこに雪原ラットの巣穴があるな。進むべき方向はあっちだ。出た。レインのここぞという時の。なぜだ。ひらめき力。雪原ラットは雪原の外の餌場まで等間隔で巣穴を作る習性があるんだ。だからこの巣穴を追っていけば遺跡に行くことができるはずだ。この辺にある餌場なんて遺跡くらいしかなさそうだしな。すごいすごーい。さすがレインだね。俺は役立たずか。チークショー。なるほど、助かった。今度迷った時はすぐに知らせる。こいつも意固地になってたな。それで？ああ、まだ遺跡には届かないのか。雪狼の牙。なんかどんどんすげえところに行ってんな。てかめっちゃ山奥だな。というところで、じゃあランゼルト雪原が終了したので、次回また続きをやっていきたいと思います。